ダメだね。ダメ、ダメなのよ。え、愛の手やりたい、愛の手。早く公衆の弁目前で私を罵ってよ。やだうわ、やだ。それじゃあこのおじさん、はい、続けて、このエッチ、もっと魂を込めてまた来てください、このお客さん。ダメダメ、全然ダメだよ、あゆちゃん。プレイの時もダメだったけど、まさか見送りの時までそんな感じだったわ。どこがいけなかったんでしょうか。まず最初、罵り文句がおじさんだったね。おじさんがおじさんに呼ばれるの普通だよね。そうですね。次に、エッチってもうね、五感が変わりすぎ。それにこんな店に来る客はみんな当然エッチでしょ。瞬時の事実を言われても快楽を得られないよ。はい、しかも最後、また来てくださいお客さんって、もうそれ普通に接客だよ、全然 SM 関係ないよ。申し訳ありません。もうあゆちゃんは女王様なんだから、そもそも謝っちゃダメだよ。ぬるしり以外は僕の好みのスライムなんだけど、このままじゃ厳しいな。次もダメだったら他の子を指名することにするからね。それじゃあ、豚が人間の言葉をしゃべってんじゃないよ。あゆちゃん、あゆちゃんをご指名のお客さんご来店だよ。すぐお通しするから準備しててね。え、あ、はい。おい、客が来るなんて聞いてないぞ。俺がここにいたらまずくないか。まずいことはまずいですけど、もしかしたらこれはチャンスかもしれません。どういうことだ。私、キリュウさんから教えてもらったこと、今から来るお客さんに披露してみます。だから、その辺に隠れて見守っていてくれませんか。お前、意外と肝が据わってるな。人のプレイを覗く趣味はないか。分かった、見守っててやるから頑張るよ。はい、はい、おはよう、リーチ。グッドモーニング、Thank you for coming。 いやアユと会った時、アユにダメ出しをしていた客。あれからアユちゃんが女王様として、どれくらい成長したか確かにさせてもらうね。それでは女王様、今からプレイを開始させてくださいませ。さあアユ、練習の成果を見せてやる。勝手に口を開いてんじゃないわよ。しかも豚のくせに人間様の言葉を喋るなんて生意気よ。ブヒー、すいません、ブヒー。なんだか今日の女王様はとても魅力ですね。もっと私を罵ってくださいませ、ブヒー。ブヒブヒ言ってて全然わかんないわ。女王様である私が豚語を理解できると思って。リムジンだ、ブヒ。あゆ、練習の時より一段と輝いてるな。それに客もとても幸せそうだ。やったな。そう、それで、あんた、今日のプレイはどうするんだい。はい、女王様、ぜひとも私めに無知を浴びせくださいませ。そして恥ずかしい格好している私めを女王様のお目足で踏んでくださいませ。そんなことして喜ぶのかい、この変態。はい、私は変態でございます。そうね、娘くらいの年の私に責められて喜ぶなんて、とんだど変態よ。恥ずかしいわね。めっちゃ乗り気や。違うの、レイ、初めてやるから。めっちゃほら、初めてだからテンション上がっちゃって。そう、ただのもさ、ちょっと SM プレイというものをあまり知らないので、あゆちゃんと共に学んでいるところでございます。ブギ言わないで。よし、指導した通りだ。客の M 心をがっちり掴んでいるな。この調子だ。しかしこの体勢ちょっときつくなってきたな。少し姿勢も変えて。
なんだ今の音は。まずい、音を出してしまった。いやもうこっから見て完全にキリュウちゃんってバレてるんだな。いや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 、分かってんだよ。だ、誰かいるんですか。こうなったら仕方ない。え、店員さんじゃないですよ。あゆちゃん、この人は誰なの。この状況どうする。あゆ、あれは私が用意したギャラリーだよ。ギャラリー。あんたの恥ずかしい姿、他の人にも見てもらおうと思ってね。どう、いい思考でしょ。こういうの好きなんでしょ。この豚、だらしない体も全部見られてるよ。私目の恥ずかしい姿、見ず知らずの男に見られちゃいますよ。俺の指導を応用し対処したようだ。あゆ、なかなかどうしてできる女だぜ。まあ、ほんと丈太郎みたい。勇気いりますよね。いや、いやすいません、変な状況を お見せしてしまって。おほ、おほほほほ、おほ、おほ。あゆちゃん、プレイしてくれてありがとう。あゆちゃん、いえ、あゆ様、あなた様の女王としての態度、とてもご立派であられました。え、本当？この前とは比べ物にならないほどの成長っぷり、私も非常に感動いたしました。これからマユさんも指名させてください。当たり前よ、いっぱい示しなさい、この豚。ブヒー。うん、初回だよ、初めてやる。あゆ、やったじゃないか。ありがとうございます、キリュウさんとの練習のおかげです。あんな恥ずかしい思い、俺はもうごめんだぜ。恥ずかしいことしていただいたお礼です。受け取ってくれませんか。獣け、なんでこんな腹巻き持ってんだよ。私、キリュウさんのおかげで自分でも少し変われた気がします。度胸もついたし、女王様としてこれから頑張っていけそうです。よかったな、あゆ。はい、キリュウさん、次は客として来るのよ。あゆ様の街で気持ちよくさせてあげるからね。